普通に年寄り、うん、格好はさ、今流行りのアジングなんかやって言っててさ順番ついこっちで、昔はそれで生きてる人たちもいっぱいいたんで、うん、昔からちょっと廃れてきてるって言えば廃れてきてるんですけど、まあここでは当たり前っていうかあるべき存在みたいなもんですかね。あの多くの反対の皆さんっていうのは動物愛護思想に基づいて一切クジラは取るべきじゃないっていう皆さんが多いので、それと僕らみたいな食べる人間ですね、取って食べる人間との話になりますと喧嘩みたいになっちゃうんですよね。その今クジラ類に対してはその捕鯨以外のさまざまな脅威が存在します。気候変動ですとか海洋の汚染などもそうなんですけれども、そういった中であえてその商業捕鯨の再開を目指して国際協調の IWC を脱退するという決定は誠に残念に思います。